ここは大阪府堺市にある大泉緑地です。みんなザリガニ釣りに来てますね。ねえ、ウエちゃん、じゃあザリガニ釣りに行こうか。はい、はい、この柔らかイカ燻製でやります。柔らかイカ燻製、美味しいらしい。あ、贅沢やな。ちょっと柔らかいな。うん、うまいうまい。まさか。そうそう、ローソンでこっちやつ。釣り竿を作ります。木の枝とスルメをタコ糸で結んで竿にします。スルメに細い糸だけでも十分です。よっしゃ、こんなもんでやってみようか。なんか変なとこにおんねん。あ、その辺でええで、ふーちゃん。釣れへん。釣れへんな、さっきスルメの出汁が取れてきたから。掴んでみる。釣れている人の見せてもらってます。おかけるな。餌は何を使っているのか聞いてみると、なんと豚の肝だそうです。手なしですよ。あ、手なし、そういうのもあるの。手がなんか折れちゃってるんですよね。ああ、なるほど。本当はね、これ手がないね。あ、ふいちゃん、どこった。ここはカロ池という池です。ほのぼのとしていい感じのとこですね。ついに豚の肝を分けてもらいました。これで釣れるんでしょうか。いざ投入。あれ、そこじゃない、そこじゃない、あのゴミ袋もあるやろ。メダカがつっついてますね。あー、取れた。あ、すいすいだ、やった。本気よ。いけたいけた。あ、落ちた落ちた。あと、さあ、釣れた釣れた。さあ、釣れた。あー、ダメダメダメ。こっち開くの。さあ、さあ、初めて釣れました。ふーちゃんも名人に教えてもらってます。お、絡まった。こっちはちびっこの名人です。泥の中に入って取ってくるそうです。ザリガニ名人の新記録。これ、こんなに これで一本ちぎれてね。うん、けどこいつもめちゃくちゃでっかい。でかいね。これちぎれたからでかなったんかな。うん、そういうわけではないんか。これは続々と釣れます。肉なのでハサミも食い込みます。2匹釣り取ったけど1匹だけしか。道具も全部お借りしています。みんな初対面の子供たちです。ザリガニを通してかなり仲良くなってます。30匹くらい捕まる。あ、1匹やけどね。取れた取れた。すごい。緑ガメまで取れました。豚の肉、豚肉、うん、豚の肝らしい。あ、なんかおじいちゃんやこれエビ。なんか変なやもんいける。あ、これエビ。めっちゃかっこいいな、このザリガニ。はい、持って帰ります。ゆっくり帰ろうな。餌やります。はい、餌や
ます。もがいてるな。いろんなところに散り見える。煮干しはどこだって叫んでるよ。